饒舌「芥川龍之介始皇帝がどう思ったか本を皆焼いてしまったので神田の古本屋が職を失ったと新聞に出ているからひどいことをしたもんだと思ってその本の焼け跡を見に丸の内へ行こうとすると銀座尾張町の四つ角で交番の前に人が山のようにたかっている。 そこで後ろから背伸びをして覗いてみると、シナ人の婆さんが一人、巡査の前でおいおい言いながら泣いていた。もっともシナ人と言っても、今のシナ人ではない、平福百水さんの四条の絵から抜け出したような、古鹿な服装をした婆さんである。巡査はいろいろ説意をしているが、婆さんの耳には少しもそれが入らないらしい。 何しろあんまりばあさんの泣き方が猛烈だからどうしたんだろうと思って見ているとそばにいたどこかのメッセンジャーボーイが二人でこんなことを話しているあれは丸善の金龍のおっかさんだよどうしてまた金龍のおっかさんがあんなに泣いているんだろう何ね思皇帝が今日東京中の学者をみんな日比谷公園の池へ放り込んで 埋めにしちまったろうそれで金鈍もやっぱり生き埋めにされちまったもんだからそれであんなにおっかさんが泣いているのさだって金鈍は学者でも何でもないじゃないか学者じゃないけれど金鈍はあんまり生物尻を振り回すから丸善じゃ学者ってあだ名がついているんだよだから警察でも大学教授や何かの同類だと思って きめにしてしてまったのさするとその隣の小倉の袴を履いた書生が「けしからんな命のために実を顧みないに至っては罰賊の横暴も極まれりだ」と憤慨した「自分もそれは乱暴だと思ったから実にけしからんですなと書生の憤慨に賛成の意を表した。 書生は自分の賛成を得て大いに地気を得たような気がしたのだろう。彼は自分の方を振り向くと、とうとうとしてこんなことを弁じ出した。万事この調子だから驚くです。こういうことには最も理解があるべき分断でさえ、イズムで人間を立しようとするんですからな。一度審議公派という名ができると、その名をどこまでも人に押しかぶせて、 それでごまをするときはごまをするし、退治するときは退治しようとするんですからな。我々青年はまずこの兵風を打破しなければいかんです。僕はこの間、白老車で始皇帝の車に鉄槌を落とさせました。不幸にしてそれは失敗しましたが、まだ送信が衰えたわけではありません。こう言って書生は群衆を差し招きながら、 諸君、県政の擁護のためにあの交番を破壊しようではありませんかと絶叫した。それに応じてどこからか石が一つ斜めに空を切りながら、カチャリと音を立てて交番の窓ガラスへ穴を開けた。その音で気がつくと自分は依然としてカフェパウリスタのテーブルに座っている。カチャリと言ったのは、 コーヒーのさじが手から皿の上へ落ちた音らしい。自分は黒いモーニングを着た要望介護な紳士と向かい合ったまま、目を開いて夢を見ていたのである。紳士は自分が方針から覚めたのを見ると、新年の新聞に何か書いてくれませんか、と言った。この頃は何も書きたくないんだからダメです。 そんなことを言わずに何か書いてくれたまえ、何でもいいのです。例えば、審議校派について、というようなものでも。自分はぎょっとした。ことによるとこの紳士は自分の夢を知っているのかもしれない。それでなければ、旧議校と審議校とはどうです。ダメです。第一審議校などということは考えたこともありゃしません。 自分はぶつけるように言った。しかし何か書けるでしょう。書けばあなたに頼まれて書くということを書くだけです。それでもいいから書いてくれたまえ。紳士はポケットを探って原稿用紙と万年筆とを出した。外では聖母大売り出しの楽待の値がする。隣のテーブルでは誰かがケレンスキーを論じ出した。 コーヒーの匂い、ボーイの注文を通す声、それからクリスマストリー。そういう賑やかな周囲の中に自分は苦い顔をして、いやいやその原稿用紙と万年筆とを受け取った。それで書いたのが、この何枚かの具にもつかない饒絶である。だからモーローズさんの攻めは、むしろ今自分の前に座っている。 要望介護な真摯にあってこれを書いた自分にはない」「以上『饒舌』『芥川龍之介』でした」「ありがとうございました」